いちこです。今日は2021年6月28日月曜日です。高松は朝は少し晴れて、その後曇りです。かぼちゃの続きからです。生薬からです。かぼちゃの黄色い大きな花はありませんでした。2日前は綺麗に咲いていたのですが、しぼんだのか切り取ったのかわかりません。じゃがいもの花も早めに切って栄養紙の方に行くようにするためと聞いていましたので、受粉をしたらどうなるのでしょうか。小さな実がならないうちに花を切るのは、かぼちゃを見ると花の根元から膨らんでいますので多分切らないでしょうね。花の間引きは必要とは思いますが。では続きをいつものようにウィキペディアの記事を読み上げます。誤読があるかもしれませんが、お許しください。ではどうぞ。生薬、乾燥した種子は軟化人または軟化人という生薬で常駐海中駆除に用いられる。資料、この説の過失が望まれています。2015年11月、牛や豚の飼料として米国などで使われる。大型品種のアトランティックジャイアントはテポカボチャ系で、ハロウィンにくり抜いてお化けの顔を作るのにも使われる。以下途中省略いたします。日本国外、中国、メキシコ、ニュージーランド、トンガ、ニューカレドニアなど。このうちトンガではもともとカボチャの栽培は行われていなかったが、気候がカボチャの生育に最適であることと、日本でカボチャの需要が多いにもかかわらず収穫のできない12月頃に収穫期を迎えることに目をつけた日本の商社が、1990年代にカボチャ栽培を持ち込んだ。その後、カボチャはトンガにとって日本や大韓民国向けの主要輸出品目になり、栽培が推進されていった。2010年に日本がトンガから輸入した産品の金額は7114万円だったが、そのうちの 77.2% カボチャが占めていたとする文献もあるが、公的な資料である財務省の貿易統計によると、2010年のトンガからの輸入額の総額は6926万1000円で、このうちカボチャが5495万2000円で 79.3% であった。なお2020年には総額3930万5000円、内カボチャは478万4000円で 12% と金額、比率とも大幅に減少している。以下途中省略いたします。文化、カボチャ小豆入りのほうとうの例の一つ。日本には冬至にカボチャを食べる風習が全国各地に残る。ただし、この風習は江戸時代の記録になく、明治時代以降の風習とされる。日本では女性の好きなものとして、江戸時代から芝居、こんにゃく、芋、タコ、南京の名が決まり文句として挙げられていた落語、親子茶屋など。カボチャと小豆とうどんを一緒に煮て味をつけた料理に小豆ほうとうがあり、山梨県、長野県の一部で郷土食として食されている。アメリカなどではハロウィンが近づくと、だいだい色のカボチャの中身をくり抜いて目鼻などをつけた観賞用の提灯、ジャックオーランタンを作り、中にろうそくを立てて戸口に飾る。昔はハロウィンが終わるとジャックオーランタンでよくパンプキンパイを作っていたが、現在のジャックオーランタン用のパンプキンの品種は観賞用に選抜されているため、味があまり良くなく腐るまで放置されることが多い。ハロウィンの夜にトリックオアトリート、いたずらかお菓子館に繰り出したティーンエイジャーが他人の家のジャックオーランタンを持ち去って打ち壊すのは割とよくあるいたずらである。オルタナティブロックのバンド、スマッシングパンプキンズのバンド名はここから来ている。ブラジルでは頭の大きい人をカボチャと呼ぶことがある。朝鮮語では容貌に優れない女性を俗に、コバクカボチャの意と呼ぶ。
日本語でも不細工な人をからかう言葉にかぼちゃに目鼻がある。以上で読み上げは終了いたします。はい、いかがでしたでしょうか。身近にあり昔から食べていたかぼちゃですが、意外と知らないことだらけでした。しかしかぼちゃは丈夫そうですので、自宅に畑がある方は種を買って植えてみるのも楽しいかなと思いました。かぼちゃが大きいのでプランターでは難しそうです。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。